やら僕たちの力が必要みたいですね。久しぶりに一肌脱ごうかしら。かわいい。でもみんなかわいいしよね。色が微妙に違うぐらいで。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、ね、この過去の妖魔界にもう一箇所ね、トレジャー写真、トレジャー写真で、この場所、ここ前行ったよね。多分なんか、何かしら人探しかなんかしよった時に、あ、あれや、卵を探しよる時に、あそこの場所、確か行ったはずやけん。ちょ、待ってね。あの場所、どこから行くんだ？とりあえず、あ、こっちか。あの場所に行って、多分あの、コンタンとかがおったとこじゃないんかな？違うかな？そうじゃないかと思うんやけど、多分この辺から入っ、あ、これ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 。ね、さっきんとこ穴開いとったやろ？はい、ここね。で、ここの、どのあたりやろ？ほら、来とるけん、宝箱開いとる。この辺か。あ、何かある！これは？トレジャーボックスを発見した。シンクのなぎなたを手に取る。おぉ、めっちゃかっこいいやん。なに、なんか自販機？怖いんですけど。え、てかさ、自販機の前になんかめっちゃおらん。なにこれ、なにこれ。なんかちっこい子たちがいっぱいおるんやけど。そういう鳴き声なんやね。なんだよ、おめえら。さあさあ、ちゃんと順番並ばねえか。今日は特別にフルーツ牛乳の日だぜ。あ、ちゃんと販売しようやね、自販機って。自分の中のもの。そういう感じなんよね。今ゲットしたなぎなた、んーと、ん、どこ行った、なぎなた、どこ行った、え、なくね、え、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あ、これや、シンクのなぎなた。あ、これ夏目専用なんや。へえ。え、装備しよう、装備しよう。全然こっちの方が強いけんね。はい、やったー、夏目がさらにパワーアップしたパワーアップしたー、やったね。さあ、ってことって、あ、で、ね、ちょっと私行きたい場所があるんだけど、過去の出会い頭大橋。あ、違う、高城邸の方かな。多分こっちにタイちゃんおったよね。はい。で、ここでね、引き受け取った、はい、この錆びついた自転車、タイが真の自転車を準備して持ってきてくれた。でも長く使ってなかったせいか、チェーンが錆びついて動かないみたい。なんとか修理して乗れるようにしよう。これがね、ちょっとクリアできるかな、ということで、やっていきたいと思います。さあ、やっていくぜ。もしや、この時間には寝ている。あ、ほら、昼の間だけってなっとる。ちょっと待って。ということはだよ。ということは、ちょ、近くのベンチで休もう。どこや、近くのベンチ。妖魔界が普通に明るかったけん、昼間なものだと思っていたのに夜なのか。はい。休みます。てか、妖魔界ってもしかして夜ないんかな？なんか、ずっと明るくない？ね。はい、休みます。さあ、これで。ぬめぬめした妖怪を連れて行こう。ということで、そのぬめぬめした妖怪がね、揃ったんで、連れてきました。ねえ、三種類のぬめぬめした妖怪見つけられた？見つけたよ。あれ？あ、ちょっと待って。もしかしてメインに入れていなくてはいけない感じの、あれですか。あ、っていうかあれだよ。あ、そっか、連れてなかった。そもそも交換してなかったわ。出会いよ。はい、婚活でね、ちょっと、はい。メカブちゃん。予定空いてたら私と踊らない？かわいいけど。まあ、いや、一番高いやつで。あ、いい絵にした。いい絵にした。やっぱり金額に似合うだけの、価値はあるんじゃないかと。うふ、あなたってノリがいいわね。今から早速踊りに行きましょう。メカブちゃんのネバリンが友達妖怪になった。
可愛い名前の子を連れてきてもいいんやけどね。はい、そして昆布さん。昆布の根性を見せてあげますよ。わかめと間違えないでくださいって書いてた、した。やっぱ間違えられるのは嫌なのかい？誰かに求められるってなんて嬉しいんでしょう。さあ、僕と一緒に踊りましょう。アジコン。昆布さんのアジコンが友達妖怪になった。アジコンってどういうことやろ？出汁が出るけんってこと。はい、そしてワカメくん。え、やばくない？ワカメくん1万5000円するやつおるんやけど。なにこれ、若大将。え、なにそれなにそれなにそれ、どういう。なんと。そのお方を選ぶとは目が、え、これは選ぶしかないやろ。え、すごくない？ 1 万5000円のワカメくんよ。そんな高級な価値があるのかって感じやけど。イエーイ、今日は夜通しワカメ踊れパーティーだぜ。ワカメくんの若大将が友達妖怪になった。なんかそんな価値がないような気がしてきたけど。運命の出会いよ。素敵な出会いがあるですように。はい、この3人ね。別に入れんでも大丈夫なんかな。どうなんやろ。ねえ。どうすか、見つけてきたけど。本当に？さすが。それじゃあ早速見せてくれる？どうぞ。3種類のヌメヌメした妖怪って言えばこの妖怪のことかな。僕たちに何か用かな。イエイ。うんうん、きっとこの子たちのことだよ。はい。どうやら僕たちの力が必要みたいですね。久しぶりに一肌脱ごうかしら。かわいい。でもみんなかわいいしよね。色が微妙に違うぐらいで。もしかして海藻のヌメヌメでサビを落とそうとしてる？あれ？もちろんそうだけど。あのな。さすがにそんなんでサビが落ちるわけ。僕たちにお任せ。こっからはママたち気にしたぜ。やる気満々みたい。じゃあお願いね。ちょ、生臭くなるって。ストップストップ。生臭い自転車はちょっといいや。みんな行くぜ。楽しそうだね。え？何をしてるの？そのシーンを見せていただきたいんだけど。俺の自転車が生臭い。やっぱり生臭いんや。大丈夫大丈夫、何事も気の持ちよう。強く洗えばなんとかなるって。強く洗わんといかんのやね。つらい。あ、動くようになったよ。え、今ので本当にサビが落ちたの？じゃあ最後にささっと拭いてと。え、強く洗ってあげて。ささっと拭いただけじゃあれなんでしょ、生臭いんでしょ。新品みたいに動くようになったよ。レトロな自転車を手に入れた。これでやっと芯も自転車で移動ができる。ふみちゃんはできないの。よかったね、シン。この子たちにも感謝しないと。これくらい朝飯前さ。礼はいらないぜ。イエイ。ありがとう。大事にするよ。まだちょっとヌメヌメしてるかも。どういうことをしたのかが気になるね。錆びついた自転車バッチリ解決。1万5千円のワカメくんは活躍してくれるのかしら。お、古びたコインゲットね。えちょうどよかった。ねえ、力を貸してほしいの。何、まだ？あれ、どうしたの？なんか張り切ってるみたいだけど。この間の妖魔界でのシーンすごかった。私のなんか知らない間にどんどん強くなってて、探偵団のみんなもなんか前より遠い存在になっちゃった気がして。タイちゃん、そんなことを。だから決めたの。もっともっと修行して妖術師としてみんな肩を並べるんだって。そういうことだからお願い、私の修行に付き合ってほしいの。何？見習い妖術師の決意。私も妖怪探偵団の力になりたいと張り切っている様子の絶え。強くなるため修行に付き合ってほしいと頼まれたけど、妖術師の修行って一体何をすればいいんだろう。妖異の杖、これ初めて見るやつかな。これ何、今発生したクエスト？リアルタイムで。私にできることがあれば喜んで付き合うよ。やったー。本当にありがとう。でも強い妖術師になるための修行って具体的に何をすればいいのかな。なんだろうね。こういう時はおばばさんに聞くのが一番だよ。私未来に行ってアドバイスを聞いてくるね。ありがとう、お願いします。見習い妖術師の決意発生クエストを進めてみよう。それにしてもタエってすげえけなげだな。まあね、みんなのためにって感じ。さあ、それじゃあちょっと、未来の妖怪探偵団事務所、
おばばのところに行きますか。はい、来たってことで、おばば来たよ。おばばさん、ちょっと聞きたいことが。で、なんか顔色悪いですけど大丈夫ですか？なんだか体がおかしくての、冬みたいに寒くて寒くてたまらないんじゃ。風邪じゃね？大丈夫？この暑い真夏に？もしかして妖怪の仕業じゃ？そうかもしれん。わしとしたことが油断したの。見えるんじゃないの？おばばって。とにかくなんとかしないと。周りをサーチして妖怪を探そう。どの辺かしら。あそこ。どれどれ。あやめが見つめる先に。誰？あ、雪女。なるほど、それでか。あやめは寒くないの？もう。雪女、おばばさんに取り付いていたのはあなたね。あら、見つかっちゃったのね。暇つぶしでおばあさん取り付いたのに。今すぐおばあさん取り付くのはやめて。そんな態度で来るの。じゃああなたたちが遊んでよ。おお、いきなりの戦闘。はい、来たよ、雪女。可愛いんだけどね。未来の雪女、なんかすごいセクシーな感じやったけど。起点同時グレーとか。からの、鬼しぐれ、ステイ。そして、不動明王ボーイ、グレーとか。あ、グレーとかしただけで終わった。そして最後にいいねをするという。これで寒さも治るはずだ。ボーさんの様子を見てみよう。さあ、大丈夫？まったく、雪女が取り付いておったとは。何はともあれ助かったわい。ありがとうの。よかった。それでお坊さんに聞きたいことが。妖術師の修行って何をすればいいんですか？妖術師の修行だぞ。どうしてまたそんなことが知りたいんじゃ？実は友達が妖術師として強くなるために、いい修行がないか知りたがってて。なるほどの。そういうことならこのおばばに任せんしゃい。妖術師の修行じゃな。それならあれが一番じゃ。あれじゃよ、あれ。何あれって。はて、あれとは何だったかの。え？ボケないで。忘れちゃったんですか？なんじゃと？問題ないわい。こういう時はあのアイテムで思い出せるんじゃ。ようやくシャッキリン。それを5本持ってきてくれ。ヌンバ一発で思い出すはっちゃ。それはすぐ名前出てくるんですね。わかりました。ようやくシャッキリンですね。うん。チョッパ入れたらもぞい。チョッパやで。あ、もう私手に入れとるやん、やった。でも、タイのためだ。なんとか思い出してもらおう。ようやくシャッキリンを5本、ちゃんと持ってきてくれたようじゃな。早速、譲ってくれるかな。はい、どうぞ。うん、では、ありがたくいただくぞい。ようやくシャッキリンを5個手渡した。思い出した？怖い怖い怖い、元気になりすぎじゃない？なんだよ、パパ。来た来た来た、思い出したわい。ズバリモノマネキンじゃ。え、アリホシ家に伝わるスペシャルな修行にはモノマネキンが必要なんじゃ。おお、じゃあモノマネキンをメインメンバーに入れて連れてくればいいんだな。なにやってんだい。そうだよ。さあ、グズグズするんじゃない。時間余っちゃくれないよ。おお、ばばキャラ変わってない？ようやくシャッキリンでシャキッとしすぎたのか。45秒で支度しな。怖いよ、おばば。どうしたの一体。モノマネキンは私仲間にはいなかったのかな。なんか何回も何回も出てくるけんさ。なんか何回も出てくる妖怪って、すっかり仲間にした気になるよね。誰だったっけ、モノマネキンか。いないね。婚活では交換できる？素敵な出会いがあります。確か婚活の中におったような気が。違う。モノマネ。ああ、できない。ちょっと足りないのね。なるほど、頑張ろう。素敵な出会いがありますように。はい、頑張ります。ということでだ。じゃあ今回はここまでだね。また今度、モノマネキンを連れて、何？モノマネキンを連れて、タイちゃんの方に行けばいいってことなんかな。え、それともモノマネキンを連れて、まず、どうするんかを、ウォーバーに聞くってことか。びっくりマックスにするってことは。そういうことやね。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでモノマネキンか。なるほどね。まあ、また結構先になるかもしれんけど、頑張ろう。なんかとりあえず、なんかね、婚活とかで集めんといかん妖怪とか多くって大変やね。